どうもー、ゆうです。ピンポン。はい、最近ですね、私ですね、お気に入りのね、自撮りカメラのアプリがあるので、こちらのアプリを紹介したいと思います。レッツゴー。でですね、いつも使ってるアプリが、ドゥン、こちらの YouLike というアプリでーす。では、起動していきたいと思います。はい、そしたらですね、まずスタイルっていうのがあるんですけど、なんかね、こうメイクがね、こういう感じでつくんですね。こういう感じでなるんですよ。なんか顔にポンってついたりとか、悪魔と天使みたいな感じで変わったりとか、これかわいい。スタイルの中だと私はソフトエッジっていうのがすごい好きで、すごい盛れるんですね。はい、こんな感じで。で、次、スタイルもね、こう、いろんなね、種類があって、気分で変えられるのでいいと思います。で、姿勢は、自撮りとか、日常とか、こう鏡とか、分かれてて、で、こう、鏡だとね、鏡を通して自撮りするときとかに決めてくれてて、すごい撮りやすいんですよね。こう、ポーズとかってやっぱり、分かんなくなっちゃうんですよ。だから、こういうのがあると、すごい、いいんですよ。どうしようかな、これにします。で、この枠に自分の顔とこう手がねちゃんと出てるので、これに合わせてやっていきます。なあ、でもね、でちょっとこうしてると撮りづらいって思うんですね。だからこの設定のところでタッチ撮りとかタイマーにするとすごい撮りやすくなります。すごく撮りやすいです。で、友達と撮る時とかもこうポーズ指定があるので、こういうのあるとすごくいいなって思います。で、次美顔なんですけど、美顔だとですね、こんな感じで肌磨きとかあって、肌をきれいにしてくれます。で、美白もこんな感じであって、肌がね白くなるんですよ。いや、本当にこれもうすごすぎて、こうインスタとかツイッターの写真ほぼほぼ多分もう YouLike で撮ってて、無料でもらえちゃうからマジでいっぱいもらおうと思って今ね、丸顔なんですよ。丸顔なので顎をねシュッとさせたいんですよ。とナチュラルとかあって、自分の顔に合ったものとかも見つけれるから、じゃあいうのはね、このビューティーにしよう。ほら、すごいの、ナチュラルとビューティーの違いと、ノーマルとビューティーの違いも全然違うでしょ。で、フィルターがこんな感じでたくさん種類があるんですよ。こう迷うんですね、いつも写真撮るとき。こうユナがいつも写真撮るときにフィルターを決めるのは、こうちょっと白っぽい透明感あるフィルターをいつも選んでて、いろいろ本当に種類があるので、場所とかによって変えられたりとかするので、すごくいいかなって思います。ユナがいつも使ってるフィルターはこのムースっていうのと、ホワイトっていうのと、ピンクをいつも主に使ってるんですけど、ムースはですね、透明感を与えてくれるんですよ。なので髪の毛もすごい綺麗に映るし、映えるし、肌もツルツルに綺麗にしてくれるので、すごい好きです。へい、こんな感じです。ホワイトもですね、さらに透明感を与えてくれます。いやね、写真撮るとき本当に透明感が欲しくて、無謀になっちゃうのが。こういう感じでね、本当に、ピンクはもう、かわいい。こう画面がふわふわになるし、ユナが大好きな透明感もあるし、えいよー、えいよー、ユナが本当に漏れます。もうやばい。こんな感じでね。私の大好きなYouLikeです。はい、こんな感じで私が最近使ってるカメラアプリの紹介でした。本当にね、このYouLikeはですね、もう透明感も出せるし、ほうれい線とかも顔の形もね、メイクも映えたりとかするので、本当におすすめです。で、ポーズ視点もあるので、もう友達と撮る時とかも迷わずね、くしゃって撮れちゃうので、皆さんね、ぜひ使ってみてください。概要欄からダウンロードできるので、皆さんぜひ入れてみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバーイ。